投げ込め。走者！
ビビ、パパが悪かった。すまない、こんなところに閉じ込めさせて。ビビ、セキュリティが壊された。焼き切るしかない。道具を持ってこい。様子はどうだ。反応がない。なんとまあ、こいつに懐かれちまったな。倒れていたあんたらをここに運び込んでもらった。あんたの言った通り、俺たちは無事戦場からこの世界に戻ってこられた。あんたの荷物や装備は全てプライベートボックスに入れた。あんたは丸一日死んだように寝たままだったよ。俺はすでにキャピタルノットにいる。フラジャイルのビーチ経由でだが。サム、あんたに謝りたい。ルーは生まれてくるはずだったあんたの赤ん坊の名前だったんだよな。やっと話がつながったよ。俺に子供はいない。ある資料を見つけた。10年も前のだ。ある女性が町の中で急死した。死ぬにはまだ早すぎる。死体の発見が遅れてボイドアウトが起きた。彼女の夫はブリッジズのメンバーでドゥームスだった。駆けつけたが彼は間に合わなかった。町が消えた時にクレーターで生き残っていたのは彼一人だけだった。つまり機関車だったのさ。ボイドアウトの原因は何か。実は彼が死体を隠したのか。その男は唯一の生存者だ。世間は彼のことを責めた。容疑者として矛先はやがてブリッジズにまでも向けられた。彼は責任を感じてブリッジズを出て行った。男の亡くなった妻の名前はルーシー。お腹には赤ちゃんがいた。二人は生まれる前の子供をルーと。嘘だ。そうか、ブリジットに教えてもらったんだ。
いつもあんたのことを言っていたよ。私たちとのつながりを断つ必要はなかったと。もういい、やめてくれ。落ち着いて、サム。そこに座って。俺の体の 70% は死者の臓器でできている。理由を知っているか。俺に関する噂は全て俺が撒いたカバーストーリーだ。俺はフランケンシュタインの怪物なんだ。人為的に多能性幹細胞から作られた。ところが再生しなかった不完全な臓器は死者からの移植で補うしかなかったんだ。誕生という瞬間がない。俺はただの肉人形、カーのないデッドマン。地球から生まれた者にはビーチがある。あんたにもビビーにも俺にはそんなつながりはない。母親ともあの世ともビーチとも。だからこそ俺はビーチに憧れたんだ。それでブリッジズに入った。しかしあの戦場、あのビーチは地獄そのもの。ただあそこであんたを待っていた時、俺は不思議と怖くはなかった。あんな気持ちは初めてだった。誰かとつながっているなんてな。私たちとのつながりを断つ必要はなかった。ブリジットの言葉は正しい。つながりを断ったつもりはない。最初からつながっていなかっただけだ。そんな、俺でもつながれたのに。ああ、それはあんたが握りしめていた古いアメリカ軍のドッグタグだよ。そいつを引き剥がすのに苦労した。クリフォード・アンガー、 ID も入ってる。昔のデータベースで調べたら記録と一致した。アメリカ陸軍特殊部隊に所属。コソボ、イラク、アフガニスタンで作戦に参加。この男だ。うん、まだそれくらいしか分かっていない。さて、戦場での回路路線がひどいはずだ。シャワーでも浴びたらどうだ。あ、一緒に入る必要はなくなった。ダイハードマンの件はもう心配いらない。俺たちの会話は記録されないように細工した。聞こえるか。君たちが戦場にいる間、この世界ではやはり時間が進んでいなかった。私の推測によれば、あの空間もビーチの一種だと思う。ああ、いいかね。人間の歯は一
一つの同じ世界を共有している。だが一人一人のカーは自分だけの固有のビーチを持っている。人の脳内では宗教や思想の違いからそれぞれ異なるビーチが作られるんだ。つまりこれは無数に分岐し独立して存在する多次元宇宙のようなものだ。ところが一度に多くの人間が死ぬと複数のビーチがもつれてストランドフィールドができることがある。戦地のような状況で多くの人が恨みや無念の思いを同時に抱くとビーチがつながるんだ。思いは出口を見失い、そのビーチの中を永遠に循環する。ああ、レコードの針が飛んで同じフレーズを何度も何度も繰り返すようなものだ。戦争によって生まれたビーチ、無限にループする終わらない戦場だ。君がいた戦場は第二次世界大戦中の東欧だと思う。しかしだとすると例の男クリフォード・アンガーの素性とは時代が合わない。なあ、私のところにカイダル通信がつながればもっと詳しく調べられるだろう。 X グレネードナンバーゼロ。サム、君に頼みたいことがある。準備したら上の配送端末にアクセスしてくれ。去年の件もあるからな。それにしてもまさかあなた。爆撃します。スキャンを開始します。ブリッジズ ID を確認します。 ID 認証クリア。施設内では武器を強制的にロックします。異常なし。ようこそサムポーターブリッジズ。サム、そのエリアの西側には広大なタールベルトがある。その先はこの大陸で最も西にある都市エッジノットシティ、我々の最終目的地だ。ここにキューピッドを接続すればカイラル通信網はこの大陸を横断する。アメリカ再建はもうすぐ目の前だ。アメリもこのエッジノットシティに囚われているはずだ。
次期大統領を連れ帰ってくれ。ただしタールベルトを渡る前にもう一つ結び目をつなぐ。まずはハートマンに会ってくれ。サム、君に持ってきてほしいものもある。一つは君が兵士から奪ったドッグタグ。これは君のポケットにでも入れておいてくれ。もう一つはママの遺体だ。彼女の遺体はネクローシスを起こしていない。それがなぜなのか詳しく調べたいんだ。これは私たちがデスストランディングを乗り越えるための希望の一つとなるかもしれない。もしかしたらあと1分です。時間がないようだ。準備ができたら私のところに来てくれ。その配送端末で受注するんだ。
供いただきありがとうございました。頼んだわ、サム。大事に運んでね。心配しないで。ネクローシスしない。特別な遺体よ。私たちのこの母が明日への希望になるかもしれないから。
ID 認証クリア。武器所持を確認。施設内では武器を強制ロックします。異常なし。ようこそサノポーターブリッジ。申請が出ています。キューピッドを接続してください。AED を起動します。クリア。これは間が悪くて失礼した。待っていたよサム。すまない、驚かせてしまったようだな。こういう体質なんだ。あ、それはそこに置いてくれ。ありがとう。また会えなかった。心臓が止まっていたようだが。21分ごとに心停止、3分間でビーチに行き、
また蘇生する。1日に60回死んで60回生き返る。1日に60回死んだ家族を探してビーチを放浪する。それが私の1日、今の私の生き方だ。君の結び目からの帰還回数も記録的だが、私はビーチ訪問の記録保持者だ。218,549回。あのクレーターは私の心臓。分身で妻と子供だ。そう、私の心臓と同じ形だ。ハート型心筋症と言われたよ。医者にとても珍しいケースだと。レントゲン写真もある。私の心臓を見たいだろう。いや、見るべきだ。先天的なものじゃない。妻と娘、家族を失い途方に暮れていた私はある考えにとらわれた。ビーチの存在は確かだった。家族はそこにいる。だから心臓を3分だけ止めてビーチで彼女たちを探したんだ。来る日も来る日も来る日も。別れを告げるために。いや、そうじゃない。ビーチは個人によって異なると言われている。つまりあの世も個人によって異なるかもしれない。私はそれが怖い。あの世で一人はごめんだ。ビーチで家族を探し、彼らと共に一緒のあの世に行きたかったのだ。死ぬつもりで。死んで再び家族が一緒になれるなら本望だ。そうやって心停止を繰り返している間に私の心臓はこんな風になってしまったんだ。いつの頃からかこう呼ばれるようになった。ビーチ研究家のハートマン。よろしく、ハートマンだ。お、うん、ネクローシスしない死体か。腐敗もネクローシスもせず生きているように動いていた。完璧なミイラ、絶対死体とでも呼ぶべきか。あ、どうした。他にも持ってきたものがあるだろう。あ、あった、これだ。まさかまたデッドモン。これはへその緒最大だな。太さと形状から見ると人のものか。だが通常の胎盤と胎児をつなぐものではないようだ。 BT の最大に似ているかも。そう、ママのものか。そうか、うん、ネクローシスしない死体と、これはビーチとつながる最大だ。君は素晴らしいものを届けてくれたな。久しぶりに私のハートに火をつけてくれた。ああ、全く世話しなくてすまない。かけてくれ。ビーチにいるはずの妻と子を探しにビーチに行ってくる。一人に一つのビーチ、個人に属している。だが私は違う。他人のビーチにもつながっている。バイパス手術をした心臓のようなものだ。この変形した心臓がそれを可能にしてくれているのかもしれん。だからいつかは家族がいるビーチを見つけられるはず。しかしこれだけ探索してもまだわからないことばかりだ。まだまだ。新天使まであと3分です。あの戦場、君が巻き込まれたとされる永遠の戦場。100年以上も前の世界大戦の兵士がビーチで循環しているのはなぜか。普通は死者の魂はビーチにはとどまらない。ビーチは死の世界への通路、通過点でしかないからな。
しかしこの世への強烈な未練やこの世とつながりたいという強い思い、こういった感情があんな集団で共有されているビーチを作ることがある。同時に大量に死んだ人たちのビーチ。クリフォード・アンガー、彼の無念や憎悪が何らかのきっかけでそのビビーを触媒としてこの世に永遠の戦場を呼び込んだ。あと2分です。まもなく新停止が来ます。安全が確保できる位置についてください。あくまでも仮説の一つだよ。それでヒッグスが彼らを操っているのか。安定した体勢をとってください。わからない。ただヒッグスが彼らを呼び寄せた可能性は高い。あと1分です。どこかに捕まってください。ああ、ところでお願いしたいことがあるんだが。ラボのセキュリティをロックします。3分だけ席を外す。くつろいでいてくれ。ビーチは0時間だが結び目は違う。行って帰るのにこちらの時間で3分かかるんだ。続きは帰ってきてからだ。またダメだった。
訪問218,550回目。あ、すまなかった、話の途中だったな。21分サイクルには慣れてはいるんだが、さすがに初対面だと要点が長くなって収まらないこともある。そのサイクルで不自由なことはあるけど、ない。私はもう慣れてしまったから大抵のことは困らない。排泄、シャワー、食事、生きていくのに必要な行為はほとんど21分もあれば済む。睡眠だけは少し厄介だが。ああ、セックスや喧嘩はどうかな。まあ、私は一人だからそれらの心配をすることもない。まあ、サム、読書は？ああ、音楽は？映画は？私は退屈していない。ここには短編映画もテレビドラマも素晴らしい短編小説も、あ、音楽も21分で完結できるものを集めている。もちろん全て DS 以前のものだが。しかし私にとってここでの21分間は待ち時間でしかないんだ。ビーチに家族を探しに行けるまでの。体はここにあるが、魂はビーチにある。死んでいるのだよ。気持ちはわかる。俺も事故で家族を亡くした。驚いたな。君から自分のことを話すなんて。君の境遇は資料で読ませてもらったよ。君が家族を亡くしたように私も。あの時私は心臓手術を受けていた。近隣の都市の ICU だ。私の術後の経過を確認して、妻と娘は荷物を取りに一度家に戻ったところだった。そこで家族はボイドアウトに。病院がある町までには被害は及ばなかったが、衝撃波で停電が起きて人工心肺も停止した。火がつくと私はビーチにいた。2つのボイドアウトで死んだ人たちだった。すいません、何があったんですか？私はそこで妻と娘を見かけたんだ。待ってくれ、私だ。置いていかないでくれ。待て。一人にしないでくれ。嫌だ、行くな。頼む、行かないでくれ。ICU の予備電源が発動して、私は除細動器に呼び戻された。心停止していた時間、それが21分間だった。あれが家族を見た最後だ。この心臓のおかげで私は家族とはぐれた。そしてこの心臓のおかげでまた家族と再会できるかもしれない。それが私、ハートマンなんだよ。あれからビーチを共有できるようになった。
私はビーチに行き、家族の足跡をたどる。疲れたら、ここに戻り、ビーチの検証を続ける。いくら心臓が止まろうが、この痛みは消えない。あ、君の家族の写真は？そうか。あと5分で心停止します。ビーチに行く前に要件を聞いておきたい。ああ、うん。そうしよう。このエリアではプレッパーズのシェルターに第一次遠征隊の研究員が駐在して、デスストランディング以前の痕跡を研究している。以前の痕跡？つまり古代の地層や長い地球の記憶がデスストランディングを免れて奇跡的に残っているというわけだ。科学スタッフたちは私と同じ第一次遠征隊のメンバーだ。彼らのシェルターにカイラル通信をつないでほしい。この一帯を DS 研究の拠点にしよう、そう発案したのはアメリだ。世界中どこを探してもこの一帯でしか恐竜が絶滅した白亜紀末の化石は発見されていないんだ。世界最後の恐竜が生息していたのはこの辺りだけだと考えられる。つまりここには絶滅期の記憶が眠っている。それがデスストランディング回避のヒントになるはずだ。先発隊のアメリはそう言って、後に続く私や科学スタッフをこの地に残してくれた。過去をつなげば今がわかる。未来を作ることもできる。彼女は私たちにそう言い残して西に向かった。あと3分です。あ、うるさいな。ミュートしておこう。だがその後、エッジノットシティの手前にあったタールベルトの活動が激しくなった。地上に溢れ出した大量のタールに多くの仲間やカイラル通信の拠点が飲み込まれてしまったんだ。あれは全く予想できない事態だった。これもヒッグスの仕業？わからんが、西への中継ステーションがなくなった。このままではカイラル通信を西につなげることはできない。代わりの通信拠点を建設しなければならない。だが他のノットシティにあるような大規模な装置を用意することはできなかった。だからそこを大隊の結び目に使う。サム、君は科学スタッフをキューピッドでつなぎ、アメリのところまで行ってくれ。そうすれば私は DS 解明の研究に専念できる。サン、ハートマンは大丈夫だ。エアマットフロアが衝撃を吸収する。ドアロックも解除しておこう。サム、聞いての通りだ。依頼を受注してほしい。最終目的はタールに沈んだ中継ステーションの代替施設を設置することだ。まずは我々の科学スタッフが常駐するシェルターにカイラル通信をつなぐ。アメリの状況は今のところ何もわからない。ヒッグスの動きもだ。気がかりなのは君も我々も同じだ。だが今はこのエリアをつないで
その先のエッジノットシティに向かうしかない。まず地質学者と古生物学者のところをつなぐ。エボデボ学者には古生物学者のところから君に運んでもらうものがあるようなんだ。そこで荷物を受け取ってからエボデボ学者のところへ行ってくれ。3カ所全てつないだらここへ戻ってくるんだ。代替施設を設置するのに必要な荷物を渡す。最高。